たずら電話はやめた方がいい。それが正月でもやめた方がいい。月曜ジャンク一中品光る深夜のバカ力。いやね、これに関して今週気づいたっていうか2度目なんだけどね。1回目はうちのおふくろが警察署の人にもうすごい謝って、で小学校2年ぐらいの時にもうやめた方がいいって思ったんだけど、時代も変わってるし、ほら携帯にもなってっから、ある程度はいいんじゃねえかなと、お正月だしさ、ある程度は大丈夫かなと思って、で前はさ、そのさ、なんか子供ってバカだからさ、110番押したらどうなるかなみたいな思っちゃったりする子がいた時代なの、昭和ってね。でそれでなんかこう11まで押し、このまあそこからプッシュじゃないから11まで回して、ふぅふぅとかなってたりするわけ。110と見せかけて7なんて時報聞いたりとかして、セーフとかやってたわけね。したらまあさ、その何度も裏書いてると向こうも舐めてくるから、じゃあ7の裏書いてもう一回0いってみようかみたいなことしたら、電話切っても鳴るんだよね。なんか俺の記憶ではなんかこう、それでなんかその子供もうバカでバカでしょうがなくてさ、本当に未だにさ、もうその時のお前さんにはごめんなさいと思いますしね、それからとそのいや、なんならピーポー君入りましょうか炎天下ぐらいのことは思いますけど、そのバカだからかかってて怖くなっちゃってるわけ、もうさ、それで何度も電話何ですかとかって言われて、で言って、それに対して「お尻」とか言ってるわけですよ。こっちはもうしょうがないよ、これ乗りかかった船だからと思って言ってたら、もう向こうも「何ですか?」って何度切っても来るから、でなんとなく頭の中で「太陽に吠える」とか見て、逆探知っていうのあるらしいみたいな空気入ってるから、絶対これ俺ヤバいと思って、殺されると思って、死刑に違えねえと思って、ここまでの重罪を犯した人間は間違いなく死刑で、もうやべえ、これ原刑の嘆願書をみんなにちょっと署名しておわなきゃって思ったり思わなかったりで、結局電話を布団に来るんで、これで押し入れの中突っ込んで、でいて、あれ電話がないと思ったおふくろが見っけて、産んでいて、もうこっぴどこ怒られた上に警察が謝りに行ったりとか、そういうのあったから、その時はダメだなって思ったんだけど、なんか最近は聞いてるとスカイプとかもあるしさ、なんかその電話のメーカーとかもね、こういろいろ増えてるしさ、あと俺ほら先輩芸人だからっていう理由でさ、若手芸人にいたずら電話でもかけようかなとなっちゃってね。でいつでも1月3日からで、家先週番組終わってさ、家帰ろうと思ったらさ、その若手芸人の一人のさ、サードメンの高橋っていうやつがさ、番組の中で草野球のビデオをすげえ凝った編集してるけど誰にも見せねえみたいな話してたら、なんか僕にもどうやって編集するのか見せてくださいよみたいなこと言うわけで、それってちょっと嬉しかったりはするのよ。なんかどんなすごい、またあいつのおだて方がうまくて、どんなすごいテクニックを持ってるんですかみたいな、どんなすごいサフトウェアを持ってんですかみたいな感じになって、持ってんですかみたいになってくるから、あすごいぞお前と言いながらさ、でその家にこう、じゃあ来い来いなんつって仕事部屋来させてさ、ほんでこんな風なんだよなんつってさ、ここもスローかけたりとかできんだぜなんて言いながら、それからあとここのこうちょっとファール打って一回ボール取りに行ってるみたいな垂れたところなんかはもうフレーム単位で編集できるから、これはもうファールはファールですぐ次の打席に戻すこととかも全然できんだぜなんて言ったらさ、その一番自慢して、しかもその時の、まあ、今考えてみたらさ、別にさファール打ってそれをその分だけカットして次のところに繋げるのなんて何でもねえことなんだけどさ、そこは明け方さ、そのサードベル高橋がさ、そんなことできんですかみたいなこと言うわけ、なんかそんな、まあ、いやそれはないです伊集院さんみたいな、それができちゃったら伊集院さんテレビ局じゃねえですかみたいな、伊集院さん頭の上に放送塔も立ってねえのにテレビ局じゃねえですかっていう、変な話伊集院ブロードキャスティングシステムじゃないですか、 IBS じゃないですかみたいになってるから、バカバカ最近のテクノロジーと俺の技量を持ってすればそれぐらいのことができんだぞぐらいな感じになってやってたら、ちょうどその若手芸人の野球の中でもなんかこう外野を守ってた、その、あと補欠だった林田君っていう、ヒットマンの林田、まあ、ヒットマンの林田だったら正月はもう嫌ってほどネタ番組で見たから、もうみんなもわかると思いますけれども、ものすごい僕も見ましたから、あいつ暇でうちにいたんで、その、知ってると思いますけど、林田君が、なんかこの、バックネットの裏をさ、カメラに映ってんのにさ、こう、パーって右から左に駆け抜けるわけ。だから、その、
打つ瞬間になんだかわかんないけどバックネット後ろパーってかけてるか林田が右から入ってくるわけよ。でいてファール打ったのをナシンコにすると、おいあいつ消えて飛んだ、パパってなるわけ。なんか林田が林田忍法パパをニンニンでもカエルは嫌いでござんすみたいになっちゃうわけね。縮まる縮まる、君は確か練り物が好きなんだよねみたいな、ちくわまでは覚えてるんだみたいな、そういう感じになるわけね。でいてそのなっちゃうから、なんかこう明らかにピッチャー第1球投げました、ファウルさ第2球っていうのは林田がパパって動くから違和感あるわけで、そこでちょっとあのサード目の高橋も今まであんな無理くりに褒めてたのに、なんかあそれはできねえんだみたいなあこれテレビ局じゃねえがホームビデオだみたいなみたいなトーンで、何度も俺どうにかうまくごまか途中に違うこうそのスコアの表示とかを入れてなんとかしようと思うんだけど、林田がそれをかいくぐってパパってなるわけ、もうずっとね消えるわけよね。もう多分あのなんかあの正月のビートたけしさんとか大月恭平が出てくるニラなんとかさんに言わしたら、これは宇宙人の仕業だって言うしかねえぐらいの感じので、最終的にあんた喋るために旅に仲間陣営からも嫌な顔されてんなみたいな感じになるから、もうこれどうしようと思ってすっげえ悩んでたら、無性にもう林田にもうすっごい腹立ってきて、なんか朝の5時ぐらいに、もう1月3日の朝5時ぐらいに、なんかそしたらもうその野球やったら随分前なんだけど、なんかこうあのビデオで撮ってんだからっていうのは言ってんのに、なんでこういう何でもないところで後ろをね、緊張感のあるシーンで後ろをうろうろしてると、別に俺の編集ができなかったからなんか文句言ってんじゃ全然ないとその心がけみたいな、変な話後に君だってテレビに出ることを目指して芸人をやってるだろうにさね、全然俺の編集をサードウェイの高橋君にへっていう感じで見られたからとは全く別問題、その怒りは全くなくなってるんだけど、そのカメラというものに対する意識の低さっていうことがもう許せない、もう全然その編集とはもう関係はないよ、編集なんかもうどうでもいいわけ、もう全然そんななんかわかんないけど、それを機にあのサード目の高橋君のテンションがすごい弱まって、横にあったあのあれですよ、あの山田太一物語みたいのをパラパラめくり出したこととは全く関係なくですよ。でここになんかまた出てくるのは、ここでちょっと僕はそのサードの高橋にも切れたいんだけど、高橋に切れるとなんかこいつその自分の技量のなさで怒ってるというのを全部確認されてるのが嫌だから、これは林田怒鳴りつけてやんなきゃと思って携帯で朝5時過ぎぐらいの林田電話かけて、何度もで呼んでるのに出ないわけで、俺の名前も表示されてるだろうに出ないっていうのにも腹が増幅してるところにブチッと出て、ハジハジとかハジハジとか言うんだよこいつが。お前さ電話に出たらもしもしかあろうしかねえのによ、なんだよ先輩に対してそんな寝てたみたいな声で、なんだその滑舌の悪さって、いや別にそうなんつうの細かいことで怒ってんじゃないんだよ、お笑いなんだから滑舌はいついかなる時もよくなきゃならないんだけど、全然それがもうなってっから、もういきなりバカ野郎って言って、それで謝れって言ったら、俺の声だって分かったらしいんだけど、すみませんって言うね、あいつね、やっぱね、起き抜けでもすみませんって言ったら、何がだって言ったら、年賀状を出してないって言い出した、急に寝ぼけて、年賀状を出し損なってすみませんみたいなこと言うわけ、すっごい深刻な感じで、で、土下座だろって言ったら、明らかに土下座をしてるのよ、向こうが。それでもうちょっとなんかいきなりかけられたから泣き声になってて、いやなんかあの年賀状はあの出さなきゃって思ってたんですけど、やっぱりこうプリントしたやつとかじゃ申し訳ないと思いましたんで、伊集院さんにはちょっと年賀状よりも挨拶に行かないと思ったんですけど、ちょっとそれやっぱ年賀状って言ってるわけよね。でも変な話、挨拶に行かなければとか言ってるのもうだって一日二日に会ってんのにだよ、あいつ会ってんのになんかもうなっちゃってって、これから気をつけろよなんですね、電話切ってスッとするねほんでまたちょっとさあと編集、そのファールは切れないけど、この
賞と思った若手芸人のポテンヒットの園田君、まあ皆さんもご存知のね、まあ去年はポテンヒットブームに沸いたね、あのポテンヒットの園田君ですよね。あの3人組のコントグループだったのが2人組に減ったんですけども、それで実家に帰っちゃったやつがネタを作ってた人っていう、まあ、あのまあ致命的なね、売れないに今年拍車がかかるんじゃないかって言われているテニオ派も危ういやつ2人が残っちゃったっていうね、まあそのポテンヒットの園田君っていうのがファインプレーをしてるところがあるから、あのここなんかはその、何度もその巻き戻したりとかして、その動き出しの瞬間から撮るところまで全部いけるみたいなことを言って、したまあ高橋君もその横でなんかわかんないけれども意味もなく激打たれするってことは分かったんで、その横のところで林田君に対してやってるから、したら高橋君ももうそこでもう一回こうテンション上げてくるわけ。なんかしたらそのこれはね園田があの悪いみたいな、園田があの園田のやつやれるんですかみたいになるから、やってったら今度なんか勢い余ってフレームから外れてるのよ、ちょっと園田君が最後の取ってスライディングして取って立ち上がるときに一回フレーム切れてから戻ってくるみたいな感じになっちゃってるわけ。だからスロービデオにするとパッと見た感じはほんの 0.5 秒ぐらいいないだけなんだけど、カメラのフレームからいないだけなんだけど、スロービデオにしちゃうとかなりしばらく留守にしてるわけ。なんかでいて、なんかそのまあまあそのさ、一応その高橋君の放送スロービデオしたやつ見てみたらさ、親いない的な反応しちゃってるわけ。親この間園田君が一切いなくて、撮った後の立ち上がるみたいな大事なところがないんではございませんかみたいな顔してるわけ。もうどうしようもないのよ。一からリアルな園田君をコンピューターグラフィックスで描くしかないんだ。もしくは青いシートの前で立ち上がるところをやってもらってからのドリームワークスタジオ入りですよ僕の。でドリームワークスに行って、でそのオープニングでドリームワークスシロリロリンですよね。それしかもうないわけですよ。で、まあ、高橋君のも見てたらまた山田太一の奇跡読んでるんですよこいつが。大したことはねえになってから、いやもうねビデオとかじゃないの、ないの、あの本当にね、ちゃんとブレーキかけて止まって立たないと怪我をするの。で怪我をさせちゃった場合に野球に誘ってる僕が園田君の事務所に謝らなきゃなんなくなるっていうことを野球をやった時点に遡って怒ってるわけ俺は。違うよ、なんか自慢げにビデオ編集システムを見せようと思ったら横で高橋君にすごい大したことない顔されたみたいことじゃ、もうそういうことは全然違うのよ。そうじゃなくてちゃんと野球の基本の問題も兼ねてるから、ちゃんとね、次投げる体勢を考えて飛べっていうことを、そんなんじゃお前ヤクルトの宮本慎也になんかなれねえぞっていう話になるわけですよ。それでまあちょっとこれは電話で怒ってやんないと示しがつかねえんじゃねえかなみたいことになって、でまあ朝から一回電話かけてバカ野郎ですよ、基本的にバカ野郎ですよ。したらまたなんか 何がですかって言ったら、胸に手を当ててよく考えてみろよ、ジュースのお釣りの件ですか、なんだこいつと思うじゃん、こっちも何お前パクってんのジュースのお釣りみたいになってるじゃんか。それでまあ胸がスーッと、お年玉だくれてやるって言ってスーッとしたと、あでもいくらだろうと思ってね、ちょっとまあでも忘れて、俺ほどの経済感覚のしっかりしたやつが忘れてるってことは大したことはねえなと思って、気をつけろって言って切ってさ、したら次今度ガイアフライとなんかさ、アンドライドの谷蔵君に関してはもう説明するまでももうないよね。アンドライドの谷蔵君って言ったらもうみんな今お笑いブームだからね、お笑い台風っていう雑誌あんじゃんか、あれを買ったりする人だよね、よくね、買ったりするタイプのあのね、取材は拒否してるらしい。僕はあくまで読者でいたいっていうことで取材は基本的に拒否したりする人らしいんだけど、こいつがまたさ、ガイアフライを撮る瞬間がさうまく撮れてないわけですよこいつが。これでもう俺調子乗っちゃってるからさ、変なんですけどガイアフライを撮る瞬間はそんなに別に、実は正直言うとそんな問題ないんだけど、怒鳴りたくなって映ってたから朝から怒鳴るブームが来て、でもその時には編集したりとか、この間割愛されてる2人3人怒鳴ってるから別にそれに関しては本当はいいんだけど、そしてもう9時ぐらいかな、な変な話正味4時間ぐらいはいろんなやつ怒鳴ってんだけど、でその谷蔵君とこ電話かけて「てめえもの野郎バカ野郎」すぐ出た上に「この野郎」とかっつってたら、なんか奥の方から「何誰
何みたいなこと言ったり、あいつの本名忘れちゃったけど、なんか、なんか、まあ、たかしだ、たかし、たかし何みたいな声聞かれたり、あ、今すごいよ。伊集院さんが電話かかってきてんだよ。テレビ出てる伊集院さんみたいな会話がされてるわけ、向こうで。え、で、あ、で、向こうの方で、その、俺、それを聞きながら、あって思ってるんだけど、そのお母さんらしき人がおばあちゃんに、今、たかしのところに、たかしのところに、テレビ出てる大きい人いるでしょみたいな会話がされてて、でも、谷さん、何すかとか言って、なんでもねえお前よ、まずちょっと下げらんないわけ、それも。バーローの野郎って言うんだけど、したら向こうで、じわじから声が漏れてるらしくて、怒られてるの怒られてるのみたいな感じになっちゃって、それでもう、これどうにもこうにもなんないわけ、もう、この向こう、俺もほら音の専門家だからさ、その谷蔵くんの声の向こうから、なんかもうすごい正月で親戚一同が久々に集まって、お前も頑張んなさいよみたいなことを言われながら和気あいあいとしてて、でしかも多分途中からお父さんの声とかおじさんの大人の声とかも聞こえてたから、おそらくみんなでお正月番組ネタ番組見ながら、お前もあれだぞ、早くここ出なきゃなんないぞみたいな話をしてるところに、ちょっとこうだ、その若手芸人からしてみたら、あの罰が悪い瞬間なんですよ。こうお笑いの番組やってるのに自分は全然出ないとかってみんなに茶化されたりしてる時に、パッと見たら伊集院光っていう電話が来たわけじゃないですか。ね、一応はテレビとかでほがらかクソ豚面を晒してるやつじゃないですかね。ね、でそいつから電話かかってきたら、ちょっと自慢したいのはなんとなくわかるでしょ。これは俺の買いかぶりじゃなくて、そうは言うけどちゃんと伊集院さんとかそういうテレビもちょっと出てる人とも付き合ってんだよぐらいのことを、いいの電話出て直球でバカ野郎って言われた上に、でもみんなテンション上がってる時に俺も収まりつかれてふざけんなみたいな話してたら、向こうがこれはただ事じゃないと思ってるからね、息子の顔色も含めて、ほんでもうそのどうしようかなみたいなことになっちゃったんだけど、もう向こうから全部その空気が来るから、おばあちゃんに変わってくれる。もうその後さ、もうお宅の子は有望だと、とにかく有望だって言うんだよね。で、まあ、あの本人はもう猛烈な脇臭を持ってるんで、まあそのことだけかなって、まあそれも言わずにね、有望だったこと、おばあちゃんがさ、もう全然こう、なんつうの、おばあちゃんなりのこうその聴覚をしてるから、はみたいなことを何度も言うわけですよ。まあ流行ってんだな一日でね、はあ、あ、あ、え、何ですってみたいのを言ったやつを同時通訳で向こうにこうずっと、おばあちゃんなのにもかかわらず、今なんか有望だってなんつって、あははははもうで、俺ということでって言おうとすると、あの伊集院さんは、あの今日はどんなテレビに出てるんですかみたいな感じで、出てねえよって切ってやったわ。とりあえず3日何も出てなかったから、うん、その後はもう一応僕はあれですね、あのビデオ編集しようとかそういう気にはならなかったですね。まあ、ちなみに途中にね、あの劉翔くんっていうピン芸人の人に電話をかけた時にも、劉翔くんはお正月早々お魚屋さんの初売りかなんかをやってて、うん、普通に劉翔くんにかけたつもりが、後ろから荒くれ者たちに、田村田村電話出ねえだろって言われたりしてんのを聞いた時に、やめとけよかったんですよ。まあ結果ですね、なんかこうその谷蔵くんの実家のおばあちゃんをあやした上に、ああ俺でもなんかこう谷蔵くんが売れる確約を出してるのもよくわかんない、最終的にはもうなんか本当は出てねえよとは言ってねえんだけど、もういいやと思ってただ無言で切っちゃったんだけど、そういうことをやったってことで、やっぱりいたずら電話はちげえなっていう、それはちげえと、だすごいわかった。ゴーイングアンダーグラウンドで、この曲を谷蔵くんのおばあちゃんに捧げます。ハッピーバースデー。いつ途中でさ、その居候のさ、そのヒットマンのさ、河野も起き上がってきてさ、なんかもうみんなでいたずら電話の、あの誰か止めるやついないともう絶対ダメだよ、ものすごいテンション上がっちゃってさ、ほんでこうもうなんかパターンが出来上がってきて、俺が編集してるじゃん、そうすると必ずポソッと、あーこいつがこうしてればもっとコップテレビのプロ野球中継みたいなのになみたいなことをポソッと言ったら、かけますかーって河野が言って、それで電話かけて俺渡されてバーラーっていうパターンみたいのが、まあ、出来上がってて、途中でしたらミキサーの岡部さんがちょっとなんかこう一回素振りをするのに打席をこう外した時にバットの先しかこう画面に入ってねみたいなところがあって、これなーみたいな話しただけで、ちょっと。
まあ聞いてるみんなもわかると思うんですけど、ずっと聞いてる人はわかると思うんですけど、このバカ仲間の中でちょっとね、あのね、唯一まともな人なんだよね。なんか唯一まともで、お正月とかも絶対家族サービスとかをしてるみたいなことがなんとなく俺たちには思えてるとか、それはまずいんじゃねえかみたいな話になって、で、その後、あの、でもお笑い芸人とかバカだと面白くねえみたいな話になって、じゃあ一応その、あの、後で謝らず済む範囲で、あの、プロデューサーの池田のとこ電話かけてみる。まあ、この番組はプロデューサーっつっても、ずーっと10年間一緒にやってて、あの、そこまで偉かねえから、あいつ。ねえ。あの、池田と電話かけてみるから、こいつが出ねえんだよね。で、出なかったで、俺たち、番組終わってずーっとそんなテンションで、もうずーっと起きてやってっから、したらコーロが、野郎セックスしてんじゃねえかって言い出して、野郎の姫始めを阻止しようってことになって。最悪なことを言い出して、その時もう誰も止めないで、あいつ野郎が絶対セックスをしてるとなって、あの、電話に出ねえんだったらインターホンだった話になって、仕事場からまたあいつのマンションが事件だよ。んで、もうとりあえずみんなで行こうぜと思って、そしてバッて表出たら、あ、世間ってみんな楽しそうに正月してんなって話になったりとかして、あの乱高下。あん時になんかおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんと孫みたいのを連れて、全員でこうちょっと初詣なのかなんかわかんないけど、すごい楽しそうに話してて、っていう、8人家族ぐらいのやつが通ったのよ。で、通った。あれが通んなかったら、セックスなんかしてる場合じゃねえか、な、絶対な。絶対な。そのまま家でグレムリンよろしく、なんか食い散らかして帰ったのかと思ったから。それがほんとな。やっぱりね、まあ、やっと松も開けてね、そういう悪ふざけもね、まあ、少なめにっていう。で、少なめにやな。ほんでなんかこう、あの、そんなことばっかしてて、もう、ゲロゲロ笑いながら、もうそんなことやってて、そのままずーっと意味はリッジレーサーやったりとかなんかしながら、フルテンションでずーっと繋げて、で、また夜になってきたから、そろそろ冬打ちでいたら電話の時間じゃねえかみたいなことになってきて、で、いて、もっぱさ林田かけようかとかつって、で、そのヒットマンの林田と電話かけて、そしたらなんかもう、普通になっちゃっててつまんねえなと思って、なんか普通なんでも夜起きてるから普通だからな、つまんねえな、つんで、その普通に、俺バカ野郎みたいなこと言ったら、朝もそんな電話してきましたよねみたいな普通に返されちゃって、あ、普通かと思ったら俺たちの確変が終わっちゃって、それで完全な確変が入ったんだよ。何度も確変終了したわけ。その谷蔵くんのおばあちゃんと話をしたりとかしてるうちに何度も確変は終了したんだけど、これはいよいよもう入らねえなっていう感じになったんで、なんかこう何の用ですかみたいなトーンに向こう普通になっちゃってから、もう苦し紛れに今すぐ来いよみたいなこと言ったら、なんかちょっと用事済ましたら行きますとか、またノリの悪いこと言ってるわけこいつがね。でて、こっち電話切った後に、なんか林田普通だったよとか、ね、俺たち何十時間起きてたんだあの日。なんかえらいずっと起きてて、なんか林田普通でノリ悪いでやんのみたいな話してて、あいつそういうとこあるんですよねみたいな、若手芸人集まるの始まる、あいつそのダメ出しみたいな始まって、でなんか悶々としてきたから、つったら俺がその、じゃあちょっとドンキホーテ行こうみたいな、ドンキホーテ行って何買おうとしたんだっけあの時。ね、ドンキホーテで、あ、そうだそうだそうだ。ビデオ編集がうまくいかないのは、機材が悪いみたいな話になって、でいて、その、なんかわかんないけど、ヘッドホンを買うことになって、ヘッドホン買いにドンキホーテ行こうか、みたいなって、ドンキホーテ行ったら、ソフトクリーム食いたくなったら、ソフトクリーム食おうか、とかって、寒いな、寒いから、ちょっとなんかファミレス入ろうかってやって、で、いて、また激寒だったよね、あの日ね。びっくりぐらい、するぐらい寒くてさ、で、ものすごいテンション落ちてきて、で、夜中の3時ぐらいになってから、もうちょっとこれ、家帰ってもう一回あったかいとこでゲームやろうや、テンション上げようや、みたいなことになって、家帰ったら、家の前にさ、なんかさ、得体の知れない生物の死体があるのよ。なんだこれと思って、いや、猫より少し大きくて、人よりははるかに小さいもんなのよ。で、なんかこう、青白い感じの、林だ。呼んだわーと思って。ね、呼んだわーと思って、それでいてこう、
体育座りのまま顔を下げてる感じあるんじゃないか。顔を下げてるような格好で、うちのその仕事場のマンションの前で固くなってんのよ、なんか。ね、押しても戻らない感じになってんのよ、なんか。ね、これ家の中入れてあげようかと思って持ち上げると、そのままの形で持ち上がる感じになっちゃってから、あー、これもうダメだな、みたいな感じのやつで、お湯で戻さねえとダメだ、みたいになってる、林田が。踏んでいても、おいおい、踏んでいたらバンバンって叩いたら、ギギギギギギって顔を開けて、で、あー、どうすー、みたいな感じになってるわけ。でいて、ちょっとこう、なんつったらいいのかな、あれ面白いもんでさ、ひどいことしてるのは俺たちなのに助けてもらうと、なんかその感謝の方が上行くのね。なんかこう、寝ちゃってたんで死ぬかと思いました。ありがとうございます、みたいなこと言い始めるわけ。お前、恩に切れよみたいな感じにこっちはなってんだけど、お前、俺たちがもうちょいファミレスでドリンクバーに、で、いろんなドリンク混ぜる遊び、中学生みたいに、まだまだやってたら、お前なんか全然ねえぞ、みたいな話してたら、もうあいつも、またある意味寝起きに戻ってるじゃん。寝起きの、っていうか、蘇生に、じゃん、寝起きより上の蘇生だからもうすごいありがとうございますって言ってて、それでいてもうその林田がそれを言ってるのをいいことに、絶対思った、アメリカはそうらしいけどさ、人間謝ったもん負けね、なんかああいう時に絶対俺らが悪いのに勢いで言ってると林田悪いみたいになったらね、延々と言って、そしたらなんかこう林田がこうポツッと言ったら、今日俺誕生日なんですって言う、お前誕生日に朝から俺たちいたずら電話で起こされた上に投資しかかってんの、ゲラ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 みたいな、まあだからその3日から4日にかけては本当に悪いことばっかですよ、やってることは。でね、やっぱりそんだけ悪いことやってると、いいことが来るね、俺に。びっくりした、あれ、金牌あった日、いつだっけ。5日、4日も4日で俺全然暇なんだよ。全然暇で、何もやることないんだけど、電話かけてももう俺の名前が表示されると誰も出ねえみたいになってっから、どうせまたどうなんだろうみたいになってっから、あんま誰も連絡取れねえから。ほんで、4日は終わって、うちの神さんとちょっと、お久しぶりなんだよね。お前、いたんだみたいな感じしながら、なんかそれで話して、んで、5日の朝さ、もうそういや、おととい面白い遊びしたなと思って、かけ方。朝またその仕事部屋行った朝また、汚い芸人が寝てるわけよ。ねでいて、まず何しようかつって。いたずら電話もう飽きたななんつって。この間、だっていたずら電話全部何回かし、もうや、何回やったなんて話して、何回やったねなんて、もう、変なに、なんだかんだで20本くらいかけたもんな、確かに。って、もう飽きたから、まあ、2回しかやってねえやつやろうや。つって、林田のとこで分けてさ。したらなんかノリ良くてな、今すぐ行きますなんて言うわけ、今すぐ行きますよなんて言ってね、じゃあ早く出ようぜなんて言って、とりあえずまた出ーのね、そろそろ戻ろうかって家の前でまた硬いやつがあるわけ、なんか磨きニシンみたいのがあるからさ、あ正月だから磨きニシンが落ち、林田かなんて言いながら、また林田行ったら、なんか今度また林田が誕生日も結局同じ言われてみれば、林田は誕生日だったって言われてるのに何も祝ってないわけ、その時は結局のところ開けて。ね、誕生日もああいうひどい仕打ちだったしって始まるから、じゃあみんなパチンコ行こうかなんつって、パチンコじゃあ俺怒ってるよなんつって言ったら、俺だけバカみたいにパチンコ出てそう。あんな生まれて初めてだよ。12連チャン。陰陽師っていうやつがいて、もうどの機種とかわかんないから、なんか海物語ってやつと、こう、水戸黄門ってやつと、陰陽師ってやっぱあってさ。で、陰陽師っていうの、なんか三上博士が面白い格好してるからさ。うわ、三上博士、面白い格好してると思ってさ。で、じゃあ、この面白い格好がどんなことしてくれるんだろうと思ったらさ、なんかこう、その、面白いことばっかり出てきてやるわけ。ね、なんかわかんないけど、二の札を燃やしたりしてるわけ、なんか。三上博士がきっちゃ燃やすわけ。ほんでいて、核変なんてなって。で、まあ、去っていくから、またジュルッと玉出てさ、それでいて、核変終わったなと思って。核変は1、3、5、7とかそんなやつなんだけど、4で揃っちゃったから、もう終わりだなと思うと、また面白い顔の三上博士が来てさ、燃やしようかつってね、これ燃やしようなんて言うて、わ、燃やしてくれなんて言うと、また核変で、あー、妙じー、どん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 、じゃらじゃらとかなってくうちに、6万円がなったね、5、6万になった。これで、あー、これはやっぱり、正月早々、ああ悪いことやってたらいいことなんで、最終的に悪いことはいいことね。要するに、今日が吉に帰り、吉が今日に帰ると言って、なって、で、林田は誕生日プレゼントだからってやった3000円を一気に吸って、俺の横のところで陰陽師をうつろな目でずーっと見てる感じの、ね、
お前がお札貼られちゃえみたいな感じになってるわけ。でいて、ほんで5万円ぐらいになってさ、したらさ、その後さ、こう5万円になったらどうしようって話になって、したら、なんか金牌、競馬、年末に林田が競馬を当てたみたいな話になって、ほんで、それの、そのパチンコも、俺がずっと、パチンコ困るのってさ、何人かで行くじゃんか。で、俺は一番最初3000だか5000だかはおごったんだけど、そのお誕生日プレゼントとお年玉を兼ねておごったんだけど、俺が終わらないと帰れないじゃん。一人が出ちゃってると帰れない。変な話だよ。全員同時にフィーバーが始まって全員同時に終わらない限りは帰れないじゃん。だからなんか林田結局自分の金もつぎ込んじゃってて負けてってるから、なんかその、暮れに勝った馬券を変えてこないと、有馬記念で勝った馬券を変えてこないと生活費がないとか言い出して、ほんで、じゃあその、そういう話をし始めるから、じゃあしょうがねえな、なんて話になって。で、それ馬券を、その、変えてこいよ、買いに来いや、みたいに。したらなんか金牌ってのやってる。今日は金牌の開催日だとなって、じゃあ今俺5万買った中から1万円馬券を買ってみる。俺の勢いがどこまで来てるのか馬券買ってみるって言ったら、それ1万円で、生まれんの3、4と枠連の3、4っていう、ど素人の買い方じゃん。だって3、4って枠と馬で全然違う馬だから。それをじゃあ5000円ずつ買ってって言ったら、それが当たってさ。これが15万ぐらいだったかな。15万円ぐらいになってさ。これは何台貼るから、ものすごい縁起がいいな、みたいなことになって。お前帰れ帰れつって。もう、お前らいるとマイナスになるから帰れ。それでいい子らい見てお前にいたずら電話をすることでまたフィーバーすからよ、みたいな感じになりながら、とりあえずその、あと15万一回しても。でもまあそんないいことがあったら当然悪いこともあるんだよね。池田に。池田がプロデューサー生命をかけてる日曜日の番組にさ、伊集院光る日曜日の秘密基地のさ、こう、またしかもさ、なんかこう、その、竹内かなえアナからアシスタントが変わるっていうのがさ、結構前に決まってさ、それからずっとさ、また、まあ、その時にま、いろいろ細かいこと言うと、俺はその、竹内かなえちゃんが大好きだから、もう竹内かなえちゃんに尖ったヒールでケツをもう、蹴り上げてほしい、蹴り上げてほしいだからさ、基本的にはさ、ほんだからその、ま、いろいろ事務所とかも揉めてさ、もうやめっぺ、みたいな、もう番組とかやめたらいいんじゃ、みたいな空気とかも出てたんだけど、そんな中で、なんかこう、池田がいろいろこう、新アシスタントをオーディションして、鍛えて、で、新しい番組をやりたいみたいな話になって。で、またその池田でさ、自分がその番組を始めたわけじゃなくて、他のプロデューサーが始めて、永遠と繋いでっからさ、俺職出して、みたいな。そのね、俺職生きて、みたいなこと言ってさ、なんかそのオーディション重ねてさ、女子アナ一人決まってさ、で、しかもなんか、お願いだからみたいなこと言われて、年末にこの、全く社交したことのない俺がさ、ね、引き継ぎと称してご飯をみんなで食べに行くみたいなのもあって、これからよろしくお願いしますみたいなこと言ったらさ、新年の何日だか忘れて、まあ、それこそこの俺にいいことが全部降り注いだ後にさ、腐ったみたいな声電話かけてきてさ、実はなっつってさ、いろいろトラブルがございまして、その子がダメになりましたみたいな空気出してきてさ、もう、なぁで言って、そういう昨日の、その、知らないよ、それが、その、どういう意向でそうなってたりとか、どこまでが事実関係か知らないけれども、やっぱりその、新レギュラーが決まった1回目に、何か起こるとかっていうのは、やっぱりこう、進んじゃうと、仕切り直しができなくなっちゃうから、その、とりあえずっていう処置なんかどうか知らないけど、とにかく正月1回目の昨日の番組を4時間アシスタントなしで、生で伊集院さんやってくれみたいな話になって、でね、やることに関してはそんなにでもないんだけど、その、やってみて分かったんだよね。昼の番組ってさ、なんか余計なことを言えないんだよ、やっぱ。俺、いつも余計なことばっか言ってるんだけど、それでもこの番組の余計なことのみで構成されてる感じにはならないわけ。で、しかもさ、提供クレジットみたいなやつでさ、この番組はみんなさ、あいつやべえからっていう理由で取ってあるじゃんか、なんかどこどこの提供でみたいな言ってあるけど、昼間の番組は一応監修として言う、生放送は監修としてその中にいる人が生で言うみたいになってんだけど、あれボケたりとか、社会的なニュースとかでふっと思ったこととかでも、一回噛み砕いてから言わなきゃなんねえとか、そんなんあるでしょ。大変。初めて知った。初めてなんかラジオとかって結構大変っていうことがすごい分かったわ。だって、これは、夜は全然セーフだと思うんだよね。あのね、
赤ちゃんが誘拐されて帰ってきたことで、すごくいい頃だと思う。実際問題、赤ちゃんが誘拐されましたって話聞いた時に、もちろん世間はその病院の不手際とかを責めるでしょ。そのそういうことだってあるかもしれないのに、人が少ないとか、その監視の体制が良くないんじゃないかとかも言うでしょ。でもそんなことよりも、とりあえず帰ってきてくれたっていうことはすごくいいことじゃない。だからあとはその反省とかをみんな生かして、その新たにこういうことが起きないようにすることと、そのやっぱり犯人とかに関していろいろ追及をしたりとか、そういうのしていかなきゃならないと思いますよ。ここまでヒルも OK でしょ。スペルマン病院で笑えねえっていうのはどうな。あれで赤ちゃんがもし帰ってこなかったら、俺もさすがにこれは夜でも昼でもスペルマン病院の面白さに関しては何も言えませんけども、あれ見た時に赤ちゃん帰ってくるまでは絶対俺はこの音を笑い事だとも思わないし、笑うことも一切しないけど、スペルマン病院って名前に関してちょっとだけだけど笑える日が来ればいいなと思ったもん俺。これはヒルセーフ。ヒルアウトっぽいんだよね。なんだ、俺全然間違ったこと言ってないと思うよ。俺の主義は、人様が死んだりとかすることに関しては、どんなに些細でもなるべく笑わない方がいいと思いますけども、でも、あの事件が起こった最優先に僕は人の赤ちゃんの頃ですけど心配しましたし、赤ちゃんが帰ってきたって聞いた時には、すごく嬉しかったですけど、その赤ちゃんが帰っ、僕はいつもそうじゃないですか、久保塚くんが渋滞の時だって、健康になってくれ。俺、少なくとも俺みたいなやつが茶化せるぐらい健康になってくれってると同じ意味合いでそう思ったわけです。ね。今は全然笑い事じゃないけども、ちゃんと全てが解決したらスペルマン病院っていう、スペルマン病院が少し見に行きたいって思う感じっていうのは、どうなんですか、昼は。昼はアウトか、やっぱ。よかった。よかった。昼はやっぱアウトだよな、なんかな。そうなんだよな。ある程度分別ある人、分別ってか、俺のバカさ加減に対して分別のある人が、夜は聞いてくれるじゃないですか。まあいいんだけど、ね。今週ね、ついに、あのブームが終わったわ。いや、一旦終わろうと思ったんだけど、まだいけっかなと思った、あのブーム、あの、いたずら電話ブーム。いたずら電話ブーム終わったなぁ。へこむわ、やっぱ。俺も正月早々終わったなと思ったんだけど、なんか、おとといを、こう、その、日曜日のラジオで草野球の企画をやってる若手芸人の草野球チームのその今年の収録を頑張りましょうみたいなことで、その若手のその草野球チーム全員集まって、みんな飲んでた。みんなで飲むっていうことになって、で、飲んでるって聞いたんだよね。まず。寂しいね。飲んでるらしいと。どうやらっていう。ね。でいて、まず一人若手芸人に電話かけて行ったら、ちょっと用事があってみたいな話をみんなしてくるわけですよ、3人ぐらいが。で、最後の方に、お前用事って言ってもさ、ちょっと冷たいんじゃないのみたいな話をしてたら、あ、今日は池田プロデューサーに呼ばれてるっていうわけ。なんだろうと思って、池田プロデューサーに電話をかけたら、まあその日曜日の番組もプロデューサーだからかけたら、あ、伊集院さん今若手芸人みんなの飲んでんですよって言った人に、なんかこうもうちょっと酔っ払ってるかやつ。で、いてね、あ、行っちゃいけなかったみたいな空気も出てるわけ、そこで。ほいで、もう、何それみたいな言ったら、まあ、どこどこで飲んでいくから、みたいな言って、じゃあ行こうか、つって、また居酒屋行ったわけ。行って、また、俺も飲み始めてベロベロになってて。で、ちょっと、いたずら電話。ちょっとやろうか、なんて話になって。若手芸人の、その、携帯を取って、で、携帯のアドレス帳ってあるじゃん。アドレス帳の中から、2時半ぐらい、3時ぐらい、夜の3時ぐらいに、ここかけたらまずそうかなっていうインスピレーションで、俺はほら、その若手芸人の中入ってる人が誰だかわかんないから、適当に合わせて、このあたりがちょっと面白いかなと思うようなところランダムに選んで、通話ボタンを押してから、そいつに誰だかを告げずに渡す。で、画面も見ちゃいけないって言って、なんとなく失礼がないようにするっていう遊びなわけですよ。だから基本的には、出た。夜分恐れ入ります。ヒットマンの河野ですけども、なんて言いながら、で、向こうの反応が久しぶりだ。そりゃそうなんですよ、本当に。どうなさってるかななんて思いましてね。なんて言いながら、こう、なんとなくでっち上げていくと向こうが、いや、それにしても久しぶりだなで、またああいう面白い CS やろうよ、なんて言われると、あ、これ、俺、CS の番組なんか一本しかないから、あれのスタッフだと思うけど、いや、僕もね、一人で今、ちょっと、部屋にいたら、
俺、ああいう番組もっと大事にすればよかったななんて思ってるんですよなんてボロが出ないうちに、またあのちょっと、顔出しに行きますんで、どうもなんていうやる能力を試す遊びでね。ほんで、やってる、いろんなことをやってたわけ。でいて、俺だってさ、後で取り返しがつかないようなところを選んじゃいけないと思うから、たまたまね、アンドロイドの高橋くんとか言うんだろ、アンドロイドの高橋くんの時に元カノを当てちゃったのと、それは悪かったと思ってる。元カノを当てちゃって、なんかすごいみんなが盛り上がってた、その宴会場のど真ん中で、もうすごいブルーな感じの、ね、多分頭で、おそらくもしもしって言われて分かんなかったみたいなのね。で、言ってしょうがないから、向こうどうせ今、ほら、俺詐欺とかあるから名乗んねえじゃん。名乗んないから、芸人やってます、高橋ですけど、ぐらい言ったら、は?ぐらいのことを言われるわけじゃない。で、まだわからないから、なんかこう、いや、アンドロイドの、高橋ですけど、みたいことを言ったあたりで向こうが、何この時間に、あとそのかけ方、みたいな感じになってきて、ぶち切れてるところから、あといろんなことをバリ雑言を言われてるわけ。なんか、もう漏れてくるぐらい。金を返せと。金を返せと。ね。それも、その金を返せの額が、10円の位までいってるから、相当怒ってるみたいね。これ間違いなくさ、別れた彼女でしばらく会ってなくて10円単位言ってくるってことは、間違いなくいい別れ方をしてないよね、絶対ね。そんなのも引いちゃったりとか、あと、ヤスっていうピン芸人がいいんだけど、ヤスっていうやつのを見たら、姫って書いてあるの。その、ハシグゲゴの行の中にお姫様の姫って書いてあるわけ。今時姫って誰だよと思うじゃんか、そんなの。で、これ面白いから書けてみようかと思って。なんかわかんないけど、姫路城のプラモデルを作るのがものすごい上手い人とかを略して姫かもしれないし、と思って、で、その姫ってのに書けたら、なんかこう、また、ものすごい手してなわけ。最初、探ってるところが、探るもないもすぐあいつ分かったんだよ、なんか。あ、かかったつった時に、はぁーっていう顔して、ものすごい丁重な感じで、あ、申し訳ございません、申し訳ございません、そういうことじゃございません、そういうことじゃありません、つって、今度必ず事情を話に伺いますんで電話切って、今の誰だよつった時にもうぐったりしてるわけ。ね。そしたら、行きつけの SM 城の専属の女王様らしい。すんねえよ、お前にそんな趣味があることを。ね、ね、俺はさ、やっぱりさ、先輩芸人とかかけてしくじったら困るってのは思うから、それ上下関係の上だってわかるとかなるべくかけてないけれども、まさかこの時代にさ、女王様に仕えてる人がいると思わねえじゃん、そんなのさ。ね、あいつもう必死になっちゃって、今から謝りに行くみたいな感じで、で、ちょっと嬉しそう、みたいな。ね、ちょっと嬉しそうだけど謝りに行くみたいな感じはなってて、あとは、まあ、一番最初すんなりうまく合わせられたのが、そのヒットマンの河野の、昔 CS でお世話になった人みたいな一番合わせられたから、じゃあもうちょっとハードル上げてみようかなと思って、あいつの師匠のビート清さんに夜中の3時半に。もう爆笑。爆笑、電話なのに正座。大爆笑。やっぱりこういうの均等に機会を与えていかないと、なんだと、ね、伊集院さんは、そういう河野とか安とかだけが好きなのかっていう空気が出てくるわけですよ。だからしょうがないから、ヒットマンの中の林田っていうまたね、豆みたいなやつがいるんですけども、ね、黒豆が落ちている、動くから林田だっていうのでおなじみの、ね、周りにたくさん寒天が添えてないから林田だでおなじみの、まあ、その黒豆がいるんですけど、その黒豆くんの、携帯電話を取って、パッて見てったら、まあ、いろんな偉い人に行くパターン、女王様まで行ったから、女王様と師匠まで行ったから、偉い人行くパターンは終わったなと思って、偉い人だと思い込んで、来やすい人に話してるっていうパターンはねえかなと思って、したら、兄貴のね、ね、名前、兄貴、もう林田から始まって、どうやら俺は兄貴がいること聞いて、兄貴がいる、これは兄貴だなと思ったやつに、かけさせて、兄貴に夜中電話かけて、すいません、ヒットマンの林田ですけどっていうのもちょっと面白いかなと思って、かけたわけ。したら、こう電話繋がった後に、もうなんかもう、林田がものすごいビクビクし始めて、なんだこれと思ったんだけど、したら途中で、すいません、伊集院さん変わってもらえませんかみたいな感じになってくるわけよ。変わるったで、これは俺がいるとかそういうのを明らかにしない、周りが人がいないのが何よりのゲームじゃんって思ってんだけど、もう全然ルール違反で、電話かかったら、もうこっちもしもししかないじゃん。なんでこんなことになってるかわかんないかしたら、林田のお兄ちゃんが話の通じねえぐらい怖い人なのよ。お前何よこれ笑ってんだお前。お前何よこれ笑ってんだこの野郎お前よ。なんでお前、僕の先輩関係ねえよ俺には
はい。あ、はい。あの、林田くんと今日ちょっとお酒を飲んで盛り上がりまして、で、あの、かけて、とか、何時だ今、何時か言えよ。え、3時です。3時35分は4時だよ。ああ、3時35分はバカじゃねえのこいつと思うんだけど、それ口出したら、あ、これ下手したら、あの、通話口からグーが出てくる感じの人で、なんか、あの、その後全員若手芸人、笑ってた若手芸人に変わらされて、はい、あの、林田くんと同期でお笑いをやってます、園田と申しますけれども、はい、はい、はい、3時です、あー4時ですみたいなの全員に繰り返されて、な、終わった、ブーム完全ブーム、注意、カル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 、あのね、ゲラゲラベブです、です、ゴーベラ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 、で、むしろ体脂肪率 100% 目立ってますから、で、なんだけど、そうするとベブ、やめろよベブ、です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 。